薬雲学園中学校、高等学校は、東京都目黒区薬雲2丁目に所在する、私立中学校、高等学校に学期制を取る、中高一貫教育で、2017年度までは、女子校であったが、創立80年を機に驚学化した。心に喜びを持ちましょう。強い体になりましょう。立派な生活をいたしましょう。朝礼で、必ず、委員会の人が読書をした後、 全員で復唱する。生命主義、健康主義、本物に触れる機会を作る中学3年生は、後期末に、付属施設の役もレジデンスと姉妹校のケイトスクールがあるサンタバーバラへ修学旅行をする。1年間に、たくさんの行事が詰め込まれている。合唱コンクール、体育祭、球技大会、文化祭、英語祭、百人一首大会、遠足、芸術鑑賞など。 中学校から高校に上がるときには簡単な内部試験が存在する。特に数学は中高一貫校であることを活かし、中学3年生で数一を取り扱うなど授業が進んでいる。高校3年生では受験のための演習問題が多くなる。校長が年内の行事で歌を披露することも有名。また、中学教学会規制より、 タブレット端末を用いて行う授業がある。それには学習サポートアプリのロイロノの音や暮らしなどを使用する。また、一人一人にアカウントが与えられ、パソコンや携帯からも英語の学習ができるイエスというものが存在する。朝礼が8時10分から始まり、午前中に1次元50分間の授業を4次元目まで受ける。昼休みが40分間あった後、ガ 水、金は6次元目まで日、木は7次元目まで授業を受ける。授業が終わると修例、生徒の清掃と続き、大体の解散時間が15時20分ほどになる。部活動に所属している生徒はここから部活動に参加し、遅くて約18時に解散する。飲み物は自動販売機で常時購入可能。女子男子その他、ありがとうございます。